どうも、ひーふーみまたでーす。ということでですね、なんかつっつんがですね、はい、なんか不安だっていうことで、じゃあもう宮迫にもう今電話をしてもらって確認というかご承諾というか、怖いんでしょ、だって不安なんでしょ。僕だけの話じゃないですからね。ちょっとじゃあかけてみますね。なんかそんな感じだと俺もなんかドキドキしてくるめちゃめちゃ怒られてやめろって言われるかもしれない。そういうのやめろって、ね、ネガティブなことはやめろってしっかり説得お願いします。ちょっとじゃあかけますね。え、俺から。いや、はい、もう。もし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 、三股だけどね。うん、何や、どういうことや。うん、ちょっと昨日もまた例のごとく、俺もう家に帰るのめんどくせえからさ、うん、事務所に泊まったのよ。また泊まったんや。うん、で、うん、まあ、事務所に泊まってね。いや、だいたい大丈夫か。ごめん、ちょっと、うん、うん、寝てたから、うん、はい、切るで。じゃ宮迫聞いて、マジで。何、うん、まあ簡単に言うと、かねてから俺、よし俺も YouTube 始めるって言ってたじゃない。だからもう一本目撮っちゃったんだ、ここで。うん、もうじゃあもう俺やりたくなっちゃって。やりたくなっちゃった。うん、YouTube のもう一発目をね。うん、でまあでも俺やるって言ってるものの、機材もないしさ、スタジオもないじゃん。でそんな財力も俺ないから、1000ちょっとしか入ってないからな、財布にうん、まあ一番宮迫一番よく分かってくれてると思う。でちょっとまあツッツもいたんで、うん、ここのスタジオでね、うん、ちょっと1本目収録させていただいたのよ。あ、もう撮ったんや。そう、その別にな、最初の間はな、うん、何も機材とかも揃えられへんから別に、うん、貸してあげてもええねんけど、お前ほらチャンネルのロゴとか、うん、そんなんは考えてんのかい。もちろん、それはもう、まあ、もう考えてんねん。もうもちろんちゃんとあります。デザインですか。デザインあります。もうあるんで。それ今送れんの。送れますよ。送って、ちょっと見てもらっていいですか。うん、はいはいはい、送るね。うん、はい、送りました。送った。はい、ちょ見るわ。はい、ちょ待って。うん、これか。丸パクリやないか。丸々パクリやないか。なにこれ。じゃあ お前ひどいな。マジっすか。いやだってもう おんぶに抱っこを超えてるやんか。もうこの肩車やんこれ、お前めちゃくちゃやな。でもこれ分かりやすいかなと思って。分かりやすいかなやないねん、お前ほんま、うん、オリジナリティを出せなさい、あなたも。ちょっとごめん。ちょっともう今日もうちょっと寝るつもりやったのに目覚めてもったやんけ。もう起きるわ。とりあえずこれでやらせてくれ。うん、最初だけは。もう絵は好きにしなさい。はい、本当に。ちょっともうちゃうねん。うん、もう来たけども、ちょっと今ちょっと降りてきて、ちょっとライバルに変わってあげるわ。え、え、ちょっとライバルに一言言ってもらう。ライバル？うん、ちょっと待って。ね。ライバルの三股又三さんが、うん、チャンネルを開設して。え？YouTube？ そう。又三さん。おお。
お久しぶりです。その声は嫁さこ、嫁さこです。お久しぶりです。うわ、嫁さこさん、え、 YouTube されるんですか？もうね、うん、止められなくなっちゃったんだ、気持ちが。あ、頑張ってください。あ、それでね、ちょっと嫁さこさん、うん、お願いがあるんですけど。はいはい、何でしょう。機材だとか照明だとかスタジオ持ってないんですよ、はい、なんで全面的に借りるということで。ちょっとそれはちょっとライバルなんでダメです。さすが嫁さこさん、ありがとうございます。いやライバルなんでダメです。いや嫁さこさん、そこ地域で頑張ってください。いやダメ、嫁さこさん、そこはもうしょうがないわね、はい、で旦那さんを納得させて。本当に一回5万円ぐらいだったら、高い、それぐらいだったらいいですけど。いや僕のね、ダメですよ、そんなライバルだから。そんなダメですよ。いや嫁さこさん、あのそば、はい、なんとか、あの結局ね、うん、旦那っていうのはね、嫁の一言で変わるんですよ。なんですよ。いや嫁さこさん、そこはあの今田さん、はい、すいません、あのやっぱり嫁さこさんの言うことは逆らえないんで。いやちょっと待って、嫁さこさんに代わって、ちょっと、まあ、嫁さこさん俺何でもするし、あの何でもする、あの嫁さこさんの俺スパイになるから、あのスパイはいらない、うん、スパイ違う、なんだ、はいはい、坊主にしてくれ、坊主にしてくれたらちょっと考えますけど。いや、もう坊主なんです。あ、はい、あの脳見えるぐらい剃ってください。まあまあ、とにかく嫁さこさんとは今後もう、あの僕ライバルとかじゃなく仲良くやっていかなきゃいけないんで。いや、今のとこやっぱりまだライバルなんで。マジですか？お互い頑張ります。じゃあせっかくな、負けませんけど。いやもちろんだったら、ちょっと嫁さこさん、早速俺のチャンネルにゲストで出てもらいますよ。ちょっとそれはお断りします。ちょっと、もう、三又さん、はいはい、あのお昼ご飯作らなダメなんで、もういいですかね。けどやっぱりあったかいいい人だな、嫁さこさんって。もう伝わるわ、ほんと。俺嫁さこと結婚したいわ。嫌です。嫌です。お断りします。いや、本当今後ともちょっとお世話になると思うんで、嫁さこさん、すいません。お互い頑張りましょう、はい、頑張ります。はい、すいません、ありがとうございます。頑張ってください。はい、はい、じゃあね。はい、二度とかけてこないでね。いや今後ともお願いします。二度とかけてこないでね。いやちょっとやめて、夫婦で。頑張ってください。はい、バイバイ。はい、いやしてやったりみたいな。ほら、なんすか。結局ね、こうやってファミリーっていうのはできてくるわけですよ。うん。まさかの嫁さこさん出演。びっくりしたね。すごいことですよこれ。でももう電話で分かったでしょ。何ですか。嫁さこさんが終始笑顔だったの。うん。それは勝手な想像ですか、皆さん。いや伝わった。皆さん本当に嫁さこさん好きですよ。いや。もうね、大ファンなんだよ、あのチャンネルとか見てるとね。いいじゃん、愛らしいですよね。そう、あのなんていうの、こう素人ならではの可愛さあるじゃん、はいはい、ドッキリでしたとかさ、ドッキリした時のね、ああいうのがいいの。もう嫌なグラビアとかさ、女優とか見てるとさ、もうグイグイ来るじゃん。いや、まあ、嫁さこさんはそうじゃないとこが愛らしい。いや、ほんと嫁さこさんみたいな人と結婚したいわ、俺は。これ何の動画ですか？なんだかよくわかる。いつかでしょ、ちゃんと独り立ちというか、ちゃんと自分のスタッフと抱えて、ザ・ミマタチームを作るのダメですよ。もちろんそうだけど、はい、もうやりたくなってるだろ、俺と。あ、僕も今すぐでも入れます。おい。これで安心して、今後も。まあ、取れたんですかね。はい。取れました。ということで、皆さん、チャンネル登録、お願いします。 He, Who, 三又でした。高評価もお願いします。